国ごとの2019年9月20から27日の抗議参加者数。100万人から10万人から1万人から1000人から100人。小規模2019年9月のグローバル気候マーチは、気候変動、温暖化に、具体的な政策、行動を求める、国際的なストライキ、また抗議行動。 主に国際連合の気候変動サミット3日前の9月20日と9月27日に開催された。また、9月20日から27日までの1週間は、アースストライキとも呼ばれている。アクションマーチは150カ国、4500カ所で行われた。ガーディアンによると、およそ600万人が参加。この一連のアクションは、スウェーデンの気候活動家、 グレタトゥーンベリに共感した人たちの気候変動に対する学校ストライキの一環でもある。2019年9月20日は世界史上最大の気候ストライキとなった。主催者の報告によると400万人以上の人々が世界各地でストライキに参加したことを報告。ドイツでは140万人が参加。推定30万人の人々がオーストラリアのマーチに参加し、 さらに30万人が英国の抗議とニューヨークの抗議に参加しました。40カ国2000人以上の科学者がストライキを支援すると表明。9月27日に2回目の抗議が行われ、2400件以上の抗議が実行された。イタリアでは100万人の参加が報告され、ニュージーランドでは17万人が抗議した。カナダではグレタ・トゥーンベリーが発言する予定であるため、 モントリオールの教育委員会は11万4000人の生徒の授業をキャンセルした。メディアを再生する旧2 0グローバル気候マーチ参加の呼びかけ映像このマーチは第3回目となる気候変動に対する国際的な学校ストライキであった。グレタ・トゥーンベリに共感した学生たちがフライデイズ・フォー・フューチャーを開始。国際的な開催となる第1回目の 2019年3月の最初のストでは125カ国以上から160万人が参加。第2回目となる2019年5月は125カ国で1600件を超えるイベントが2019年欧州議会選挙に合わせて開催。第3回目となる9月のマーチは大人への参加も呼びかけ国連青年気候サミット及び国連気候変動サミット前後の 9月20日と27日に開催された。9月27日は環境保護運動を開始する鍵となった1962年の本であるサイレントスプリングの出版記念日でもある。カーブルでは若者が軍隊が見守る中、気候変動に対してアクションをした。アフガニスタンの保健省は大気汚染により毎年何千人ものアフガニスタン人が 亡くなっているとの報告をした。グローバル気候マーチに連帯して5万人以上の子供と若者が首都ルワンダの首都に初めて集まった。南極に駐在する研究者の小グループがストライキに参加。島国の様々な学校の生徒が首都セントジョンズの植物園の近くの通りに並び、気候正義が今欲しい、海面が上がり、私たちも立ち上がるなどと訴えた。 アルゼンチンは世界的な気候変動の一環として9月20日に18のマーチを実行。緊急対策を求めるアルゼンチンの若者たちはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの中央プラザデマヨに集まった。国際スローガンに加えアルゼンチンは世界のゴミ捨て場になりたくないとアピール。他の国から廃棄物を輸入するための基準を緩和した。 大統領マウリシオマクリによる法令に対しての抗議の意味もあった。9月27日、加えてアルゼンチンで30回のストライキが実行された。シドニーの抗議者当日はオーストラリアが皮切りにグローバル気候マーチが始まった。9月20日、主催者は推定30万人以上が全国100の集会に参加したと報告。2500を超える企業が 従業員のストライキへの参加を許可。メルボルンでは1回の講義に10万人の参加者が集まった。主催者はシドニーのドメインで8万人が抗議に参加したと発表。ブリースベンでのストライキでは2万人の抗議者が集まった。主催者はホバートで2万2000人、キャンベラで1万5000人、パウスで1万人、アデレードで8000人の数字が報告されている。 オーストラリアの抗議活動は2030年までに政府が100%再生可能エネルギーの生成と輸出を実現させ新規の化石燃料プロジェクトを中止し化石燃料業界のすべての労働者とコミュニティの公正内向と雇用創出に資金を供給するよう求めた2019年現在オーストラリアは石炭と液化天然ガスの主要な輸出国となっています ボンダイビーチでは活動家たちが砂からタバコの吸い殻やプラスチック片を取り除く活動を展開。デモによる気候ストライキの一環として首都ウィーンとブルゲンラント州及びフォアールベルク州の学校行事として2万人以上の学生がオーストリアの外島デマーチを開催。ダッカでの講義には様々な学校の何千人もの学童が参加し世界の指導者に行動を起こすよう 人間の鎖を作り上げた。警察によると1万5000人がブリュッセルの路上で世界的な抗議活動に参加。一部の学校が抗議を加害活動とし参加への罰則を禁止したとマスコミが報道。ラパスとコチャバンバの学生たちは環境破壊の停止、緊急の対策を求めラパスのプラドドールにて人が寝転びカーペットを形成した。抗議には チキタニアでの火災に関するメッセージが含まれ、若者は国先部の森林伐採を許可する法律の廃止と国家非常事態宣言を要求しました。三種問題学コチャバンバの学生と教師は、チキタニア地域の環境破壊に対する永久的な停止を求め更新した。ボスニアの首都サラエボで永遠の日の記念碑の前で抗議が行われ、他のボスニアの都市でも抗議が行われた。 ブラジルでは48の抗議が計画された。リオデジャネイロ、サンパウロ、ブラジリアなどの都市で数千人が抗議した。抗議者たちはアマゾンの熱帯雨林の森林破壊と山火事の増加に具体的な対策を取るようにブラジル政府に呼びかけた。気候変動のストライキに関する3つのイベントが金曜日の未来のために開催され、ブルガリアの首都ソフィアで国立文化宮殿にて マーチが行われた。サモコフの一般市民がザハリゾグラフスクエアに集まり、バルナのシーガーデンの入り口で2カ所目のマーチが開催された。ブジュンブラでは35人の活動家がタンガニい過去のほとりのゴミを片付けた。ストライキは9月20日に始まり、バンクーバーや全国の多くの都市で大ンデモンストレーションが行われた。大ンとは人々が床に横たわって目を閉じたり、 天井を見つめたり、まるで死んだかのように抗議すること。グレタ・トゥーンベリーがモントリオールに到着する9月27日に80の場所でさらに気候変動の行動のデモが実行された。市の最大の教育委員会であるモントリオール委員会は11万4000人の生徒が出席できるようクラスをキャンセルした。トロント地区教育委員会はその日に テストや課題をスケジュールしないように教師に通達。モントリオールの同村大学とブリティッシュコロンビア大学でさらにストライキが計画された。講義は主にチリの首都サンティアゴで開催され、全国で合計19件の講義が行われました。フューチャー、サンティアゴグループの講義者たちは、私たちは気候及び生態学的な緊急事態宣言を発令してもらうすること。 これは2030年までに石炭火力発電所と年末に廃止される石炭火力発電所の閉鎖を意味すると述べた。中国では政府公認の抗議は行われなかった。中国青年気候行動ネットワークの報道官である Z 省文は中国の青年には独自の方法があると述べアクションを実行。9月21日に北京で いくつかの中国の若者がゴミを拾いました。香港2019年の香港の抗議行動のため、安全上の懸念のために計画された、学生更新は中止されたが、小さな集会は、市内の中央ビジネス地区で個別に開催された。この集会は、ウェイストフリー香港 350HK エクスティンクションリベリオン HK によって組織され、グループは、 ハッシュタグ森さん1%を腕に書き込み、ソーシャルメディアチャンネルに投稿しました。ハッシュタグは、香港のエネルギーの1%未満が再生可能エネルギー源によって生産されている現実を反映したもの。コロンビアでは43のイベントが実行された。世界で最も生物多様性の高い国の一つとして、気候変動に関する主な懸念は森林破壊です。 地元の活動家は、コロンビアの首都ボゴタの中心である、ボリバル広場で寒い雨の日に座り込みを召集しました。南部のデケスティシア学習センターの講演の下、コロンビアのアマゾン出身の40人の若い環境、保護主義者が集まり、ツイの創造的な活動に参加したかけた県で追加となる会議が開催された。 クロアチアの首都ザングレブのヨーロッパ広場で開催された数千人の若者が参加した気候抗議抗議者はサンマルコ広場に向かってエゴではなくエコと叫びアクションを行った。ユースフォークライメートは会員からニコシアのエネルギー省へのマーチを開催。抗議者は国の天然ガスの採掘を批判した。何千人もの若者がプラハに集まったと伝えられている。 約2000人の中学生及び大学生と大人が子供と一緒にプラハ中心部の旧市街広場で会い、グレタトゥーンベリに触発されたフライデイズ・フォー・フューチャーのチェコ支部の学生によって開始された。マーチの前に多くの学生やその他の人々が街の広場でスピーチをした。学生は9月27日に開催される予定の一連の教育及び文化プログラムと講義の ため気候変動対策週間を開始した12人のメンバーと自由市民党の信者による穏やかで平和的なストライキとなったビルンが国立公園での化石燃料の探査に対する応答としてゴマの首都で2日間連続のイベントが開催されました市からの何千人もの学生が地球温暖化との戦いにコミットの意思を表明するためマーチに参加 今後民主共和国の国連組織安定化ミッションと、今後平和ジャーナリスト協会及び国際文化、プラットフォームシールを含むいくつかの市民社会組織が平和の行進として知られる、近社佐の通りを練り歩いた。国連事務総長のフランソワ・グリニオン、副特別代表はさらに、開発なしには平和はなく、環境保護なしには持続可能な開発はなく、 安定性なしには環境を保護できないとのコメントを発表。国際平和デート、気候変動対策集会が共同で開催された。世界的なストライキの一環として、若者と高齢者が手を取り合い、コッペンハーゲン視聴者広場を埋め尽くした。気候をテーマにしたスピーチ、音楽、ダンスが開催された。エクアドルの首都基都にある独立広場は、ストライキの一環として何百人もの、 環境活動家で満員となった。エルサルバドル州立大学の数十人の学生、活動家、当局が地球温暖化の影響による気候の緊急事態を宣言するために首都サンサルバドルで集会を開催した。サルバドールの首都のメインストリートでプラカードを持ち、環境メッセージ付きのシャツを着た学生たちも気候正義を求めた。エストニアの首都タリンで 若者たちのマーチが行われ、参加者はプラスチックゴミに対する抗議も同時にアピールした。人々は首都スバの近くからヤシの木に囲まれたビーチでゴミや捨てられた車の部品を清掃した。メインの抗議はフィンランドの首都ヘルシンキで行われ、市議会は学生がデモに参加することを許可した。エスポー、トゥルク、タンペレ、オール、ロバニエミなど、 他のいくつかの都市でも他のストライキが開催されている。主催者はフランスで4万人が抗議に参加。9400人のデモ隊がパリの集会に参加。しかし、ジレジョーンとは異なるブラックブロックアナキストのメンバーがデモ隊に潜入。店やビジネスの窓を破壊し始めた。マーチに潜入したと推定される1000人のアナキストのうち約120人が逮捕された。 それとは別に、300から400人の高校生が、金曜日の朝、クレルモンフェランの街頭でデモを行った。フランス産オーベルニューローオンアルプを放送する、日刊誌、IID= マウェイズ・ラ・モンターニュ、愛によると1000人が参加。ストライキの一環として、未成年者を含む100人以上が、飛び出し視聴者の前に集まり、都市の森と公園の保護を求めた。 ドイツ全土の数十の都市で575件のデモが行われた。長距離バスのフリックスバスは、マーチ参加者の自撮りとチケットの PDF を提示を条件にチケットの払い戻しを実施。多くの会社で二酸化炭素排出量を総裁するための取り組みが実施されている。フリックスバスは、電気バスを段階的に導入し、2030年までに カーボンニュートラルにする予定。フリックスバスを、はじめ、GLS 銀行、年金プロバイダーエナバー社合戦、価格比較ウェブサイトアイダロ及び、エネルギー会社、ネイチャーストラムエジーなど一部ドイツ企業は、従業員へのストライキを奨励。デュッセルドルフ氏の従業員もストライキを許可された。主催者の推定によると、ドイツのストライキには、 合計140万人が参加し、ベルリンの27万人の抗議者が、ハンブルクで10万人、ケルンで7万人、ミュンヘンで4万人、ブレーメン、ハノーバーで、デュッセルドルフ、フライブルク及びミュンスターで2万人、ボお及びドレスデンで1万5千人、アーヘンで8千人。2038までに石炭を段階的に廃止する、ドイツ政府の計画は遅すぎると、 終了時期の時期短縮を要求した。アンゲラ・メルケル首相は気候変動への取り組みが政府にとって最優先事項であると述べた。ギリシャでは国中の多くの場所、特にアテネとテッサロニキで抗議が行われた。アテネの出席者は約3000人の抗議者でした。ギリシャのキリアコスミソタキス首相はアテネの自治体当局とギリシャ政府によって 抗議行動を支持し、環境保護はすべてのギリシャ人が団結し、取り組む問題であると述べている。抗議は、地元のフライデイズ・ファー・フューチャーのグループと市民のイニシアチブの共同主催。数百人の学生と活動家が、環境保護主義者にとって、最も重要な国の一つである、グアテマラ市の首都でマーチを開催。学生が市内を更新。グアテマラ政府は、ストローや、調理器具、 発泡スチロール製品などの使い捨てプラスチック製品の2年間の禁止、規制を発表した。ハンガリーのフライデイズ・フォー・フューチャーは気候ウィークの開幕の一環としてハンガリーの首都ブダペストのセルカルマン広場で共同デモを開催した。数十人の抗議者が気候変動への具体的な政策、対策と実践的な行動の必要性、また政治指導者と 意思決定者の注意を引くために大員を実行した。アイスランドの首都レイキャビックでの講義は音楽イベントと共催した。参加者はハットルグリムス協会に集まり、市の広場までマーチを行った。インドでは世界的なストライキの一環として全国で26のイベントに1万4000人以上が参加しました。デリーでは2千人以上の学生と学童が首相に インドの気候緊急事態を宣言するよう要求した。インドのシンクタンクは多くのインドの都市がすぐに飲料水を使い果たす可能性があることを示唆した。インドネシアの首都ジャカルタで大学や学校の学生、約50人の市民グループのメンバー、ジャカルタ郊外の様々なコミュニティの子どもたちが参加し、地球規模の気候に深刻な変化が起きているという懸念を表明する。 抗議が行われた。抗議者たちは、インドネシアだけでなく、マレーシアの植民地の拡大と、違法な土地の転用によって誇張された隣国の、マレーシアとシンガポールにも、大きな煙無汚染を引き起こしたスマトラとカリマンタンの森林火災を政府が止められなかったことを批判した。中央カリマンタン州の都市、パランカラヤでは、森林火災による激しいスモッグのプラカードを持った。 若者が更新した。学生ボランティアはまた、世界的なストライキの一環として、バンダーチェとスラバヤの沿岸地域の近くで清掃を行った。ダブリンでの1万から1万5000を含む2万を超えるアイルランドでの抗議。ダブリン、コルク、ゴールウェイ、リムリック、ウォーターフォード、ドロヘダ、ナバン、ダンドーク、ベルファスト、及び他の多くの町で正午頃からマーチを行った。 大半が学生である何百人もの人々がテルアビブ、エルサレム、さらに三つの場所で抗議した。絶滅に対する無関心な世間を表現するために赤い服を着た絶滅の反乱運動のアーティストのグループが参加しました。カホルラワン議員のミキ・ハイモビッチは抗議者との連帯を表明。9月27日には180の都市で100万人以上が抗議した。 ローマでは20万人以上の若者が抗議に参加しました。3月と5月に同様の気候変動に抗議があり、3回目となる、今回は約15万人の生徒がミラノの街にの集まりました。学生の気候変動のストライキはスフォルサ城から歩いてすぐのラルゴカイローリからスタートした。トリノとナポリ両方で5万人以上が抗議に参加し、 15000 1人の学生がボローニャの行進に参加した。ジュゼッペ・コンテ首相は、フライデイズ・フー・フューチャーが広場で集まった光景は驚くべきものであり、多くの若者がそのような情熱を持って参加しています。政府からは、この要求、具体的な解決策に対する最大限のコミットメントがあります。私たち全員に大きな責任があります。と述べた。 コートジボワールでは、サンペドロで提案されている石炭火力発電所に対して抗議が行われた。気候変動ストライキは、ジャマイカのやり方で異なって開催されており、主な呼びかけは、コックピットカントリーの自然保護区を守ること。日本でのグローバル気候マーチは少なくとも23、都道府県のべ27のイベントが行われ5000人以上が参加した。その中でも、 東京で行われたマーチが最大級であり、参加者は国連大学から表参道を通り抜け、さらに渋谷駅、八甲蔵前を通り、what do we want? クライメートジャスティス、when do we want it?now? などと呼びかけながら歩いた。また、東京でのマーチの企画の中心となった学生有志団体、フライデイズ・フォー・フューチャー東京は9月13日に、 東京都議会に対して気候非常事態宣言の発令を求める要請書を提出している。ケニアの抗議者は新しい石炭火力発電所を建設する政府の計画の中止を要求。キリバスで抗議が行われ、生徒たちは私たちは沈んでいない、戦っていると唱えたプラカードを掲げた。キリバスは海面上昇による大きな脅威にさらされている。マーチは コソボの首都プリシュティナで行われ、テルモキスコミュニティセンターとガヤコソボによる共催。抗議者は国の国立公園における水力発電所の違法な建設、農地の汚染、及び新しい石炭火力発電所の建設計画を批判した。リガのブルマネ庭園では田舎の学校の若者が主に参加する集会が開催され、その後ベクルガまでマーチした。 参加者の一人は世界は変わり始め間違った方向に進んでいます。私たちはそれを変えるために何かを始める必要があります。決定権のある人に気候危機を真剣に受け止め今すぐ決断しなければなりません。政治家はまず自然への影響を考慮し環境問題を第一優先にしなければなりませんと話した。気候変動と戦い気候危機を回避するために できるだけ早く行動を起こすよう政府に要求するために多くの学校及び大学生がベイルートでデモを行った。金曜日に未来のために開催された気候ラリーはリトアニアの首都ビリニュースで開催された。参加者は市内ビンツァスクディルカ広場からカウナスのカウナス視聴者までマーチを行った。移動できる惑星はありませんとプラカードでアピールした。 気候変動のストライキの一環として、警察の指導の下、1000人以上の学生が、主要鉄道駅の中央広場に集まり、グラッシュに向かう道を歩いた。世界的な気候変動の一環として、マレーシアの首都クアラルンプールにて、対話セッション、スピーチ、ミニワークショップなど、急速な気候変動に関するイベントが開催されました。350人以上の人々が、 気候変動に対する行動を呼びかけるため、クリマアクションマレーシア、アムネスティ・インターナショナル、グリーンピースの共催で、ソゴーショッピングモールから、ムルデカスクエアのスルタン・アブドゥルサマドビルまで更新しました。ある抗議者は、古い政府であろうと、新しい政府であろうと、気候に関心のない政府は危険だと述べ、他の抗議者は、綺麗な空気すべてのために、私たちは、 お金を吸うことができません。エコシステム以外のシステムはありませんと述べた。マルタエクスティンクションリベリオンメンバーによって300人の抗議が行われました。抗議者たちは大員を行い、マルタ議会に気候の緊急事態を宣言するよう求めた。抗議はいくつかの NGO によって構成され、気候の正義を要求する他の一連の NGO と連携した。メキシコ全土で 65回のストライキが計画された。メキシコ式の何百人もの若者が気候変動に反対するデモで世界中のカウンターパートに加わった。ゲレロ州、メキシコ州、チアパス州、キンタナロー州でもデモが行われた。環境事務局はセマーノットでは世界中の若者が地球の気候の不均衡を緊急に止めるために立ち上がったことを支援します。と述べた。 マラケシュで若者更新が行われ、9月27日にカサブランカ、デムナーテ、フェズ、モロッコの首都ラバトを含むモロッコのいくつかの場所で開催される世界気候ウィークの若者集会が開催された。ミャンマーは気候変動と自然災害の悪影響を特に受けやすいため、ミャンマーの環境活動家は5月24日の運動に加わった。 洪水のミャンマーから干ばつまでは人間の活動によってさらに悪化します。グローバル気候マーチでは200人の以上のデモ参加者は世界的な危機に対処するための政府や企業によって協調努力を求めました。カチン州のマイッオンダムなどの大規模インフラストラクチャプロジェクトに明確な終止符を打つよう政府に要請しました。ネパールには118の生態系、 75種類の植生、35種類の森林があります。4月に25人以上が死去した嵐、数百人が死去した大雨、そして異常な気象パターンを含む最近の災害はネパール人を警戒させたと伝えられている。様々な国内及び国際機関がネパールが地球規模の気候変動プログラムを開始することを支援している。環境への配慮について、 プラカードを持って更新する人もいた。デコーギ・マーストリヒト9月20日気候変動のストライキはアムステルダムやマーストリヒトを含むオランダの複数箇所で行われた。アムステルダムのダム広場から始まる更新に約6000人が出席し、多くの人が学校からマーチ出席の許可を出された。マーストリヒトのフライトホフ広場から始まる更新では、 約2000から2500人の人が参加したと報道された。9月27日にウェリントンでの抗議者ニュージーランドでは9月27日の全国的な学校及び世代間のストライキの数週間前にストライキが発生しました。ニュージーランドの抗議は学生が前の金曜日に受験できるように1週間遅れた。少なくとも3人の女子学生が9月20日の ストライキと並んでアマゾンの資金を集めるために頭を剃った。これは9月27日にマリストカレッジで試験が計画されたために開催されました。9月27日、ニュージーランドの都市部で行われた40のイベントに学校の生徒を含む推定17万人が参加した。さらにニュージーランドの大学と260の地元企業が気候変動のストライキに参加した。 一万千人のニュージーランド人が署名した公開書簡が9月27日に議会に届けられた。ナイジェリアでは複数のストライキが行われた。抗議はナイジェリア最大の都市ラゴスで低かったと報道されている。しかし、アブジャでは100人以上のより多くの人々が抗議に参加。北マケドニアの市民は首都スコピエで気候変動に抗議した。学生。 環境保護主義者、有名人、政治家を含む何千人ものパキスタン人がパキスタンの32の町や都市で行われた講義に参加した。主要な集会はカラチ、ラホール、イスラマバード、ペシャワール、クエッタ、ギルニットで開催された。カラチではフレアホールの前に講義者が集まり活動家による演説があった。ラホール・ラホールプレスクラブの前では 気候変動活動家メヘルバのラジャが率いる抗議が行われた。彼らが最も影響を受ける世代なのです。このマーチは若者主導型で彼らがリードするでしょうとラジャ氏は述べた。気候に対する公共政策を求める世界的なストライキの一環としてペリューの首都リマとマドレデディオスで数千人の学生、若者たちが地球規模の問題に対する国民の認識を変えようと、 マーチに参加。若者の一人は、私たちは若者たちが互いに、そして地球と調和して生きることができる人生と世界を望んでいます。と述べた。600の以上の若い環境保護の首都での集会に参加したマニラ彼らは、社長の政府の下で、環境や土地の権利活動家の情報機的殺害の立ち上がり回数を非難どこ気構制限のために、 プラカードを持っている間、人間が地球の形成を形成し、ロドリゴ2016年に権力を握ったドゥテルテ。合計17件のストライキが国内で登録された。フィリピンの活動家はまた、環境を守るために殺された人々に敬意を表して更新した。保護者は2018年に、フィリピンが環境と土地を守る人々にとって、最も致命的な国であると報告した。 また、約1万人が深刻な汚染を受けたマニラ湾の長いビーチを石鹸し、世界的なストライキの一環として、ゴミで満たされた袋を握った。何千人もの学童がワルシャワでの抗議で大人に加わったが、抗議は他の都市でも行われた。ポーランドは電力の80%を石炭から生産している。長年、この国は野心的な気候目標の採用を阻止してきた。 多くのミドルスクールでは生徒に参加するための休みを与えました。ポルトガルのシュトリスボンにある何百人もの学生がポルトガルの環境に関するいくつかの他の問題や国内の石炭及びガス発電所の閉鎖を含む政府からの環境対策の要求に応えた。気候意識の講義はで開催されたブカレスト、ティミショアラ、ヤシ、クルージュナポカ、トゥルグジウと、クラヨバ。 ロシアの首都モスクワでの小規模な集会から始まり、サンクトペテルブルクや他の都市や町、続いて全国の30以上の都市で同様のトピックに関する講義が行われた。アーカング・アルスク・アブラストで13件の講義が行われ、地元住民がシャイズ鉄道駅の近くに大きな埋め立て地の建設に1年以上抗議している。推定200人の学生がダカールで抗議した。 フライデイズ・フォー・フューチャーのセルビア支部の活動家のグループは、セルビアのグリーンユースと協力して、気候変動と持続可能な都市に関する講義を行い、セルビアの首都ベオグラードのテラジエから、スチューデント・スクエアとリパブリック・スクエアまでのマーチを実施した。私の未来を燃やさないでなどと書かれたプラカードを掲げ、香港バ公園に合計1700人以上の若者たちが集まった。 急速な気候変動への認識を高め、地球規模の気候変動の対策への努力が今まで十分ではなく、政府及び企業からの体系的な変化を促した。シンガポールで開催された最初の気候変動運動となりました。首相リーシェンロンは気候変動と海面上昇対策として100億ドルを長期投資することを表明しています。気候マーチは地理な バンスカ・ビストリツァ、ニトラ、コシツェで行われました。スロバキアの首都ブラチスラバでの主要な集会の前に、コメニウス大学、シャファリコボ広場からナメスティスローボディまでを約5000人がマーチをした。気候ではなくシステムを変えようと声を上げた。気候変動のストライキはマリボールから沿岸都市まで全国で行われている。ソロモン諸島では定地の国が 海面上昇の大きなリスクにさらされているため、海岸沿いでのマーチが行われた。南アフリカでは、アフリカ機構同盟によって組織された抗議を含む18の抗議が行われた。主催者によると、合計5000人が参加したと推定されている。ストライキは、南アフリカ食糧主権キャンペーン、共同組合及び政策代替センター、アースライフアフリカ、 グリーンピースによってサポートされた。彼らは南アフリカ労働組合連盟から承認されている。抗議はエネルギー会社サソルの本部で行われ、抗議者はサソルに労働者、また影響を受けた地域社会、国、世界のニーズを満たす公正な計画の変更を求めた。韓国の首都ソウルで抗議が開催され、旧21気候危機の緊急行動集会を開催。 すべての人生の歩みからの330団体からなる人々がソウル大学にて気候の危機に沈黙している政府、また道路及び複数の温室効果ガスを排出する企業を批判した。首都での静かに行われ参加者は LED を使用し、モールス信号で環境保護主義者のメッセージをフラッシュした。参加者推定5000人は会議で政府に気候危機を認識し、 緊急事態を宣言する、要要求。明日への希望は、今日から始まる、今行動しなければ未来はないなどのプラカードを、掲げ会議に出席。釜山、テグ広域市、小原など、全国の10の地域でも、同様の講義が行われた。9月20日、マラガ、グラナダ、その他のスペインの都市や町で、マーチが開催された。 ほとんどのストライキは9月27日に行われ、32都市での抗議が計画されている。9月20日に、スウェーデンのストックホルムでマインターゲットから、メドボーガープラトソンへの気候変動更新が発生した。ニューヨーク市でのグレタ・トゥーンベリのスピーチは、スウェーデンのワイドスクリーンに放送された。約2000人が、バーゼル、サンクトガレン、ローザンヌの都市での気候デモに参加。 参加者は気候変動を認識し、行動しなければならないことを認識しなければなりません。危機は私たち全員の未来に関係しています。右でも左でもですと述べた。また、スイスの政治家、銀行、大企業による急速な気候変動に対する対応の欠如を批判。9月28日の午後、ベルンで全国抗議行進が実行されます。 台湾の首都台北で学生たちと団体によって抗議が共催され、2020年の大統領候補に気候変動に対するより具体的な対策を講じるよう求めた。ダルエスサラームでマーチングバンドが率いるマーチが行われた。地球を救おうと唱え、200人以上の人々がタイの環境省前にて大院を行った。参加者は石炭を段階的に廃止し、 再生可能エネルギーに移行するよう政府に求める請願書を提出。政府の役人は若者の環境への意識の高さを称賛しました。クイーンズパークサバンナでの集会とポオートオブスペインでの集会が行われ、合計30回の海岸清掃が国際海岸清掃と合わせて開催された。チュニジアでは多くの生徒及び大学生が気候変動と戦い、 環境災害を回避するための行動をとってほしいと当局に要求。主催者によると1万人の抗議者がトルコでストライキを行った。トルコでの抗議活動の焦点はイスタンブールのカドキョイ地区とシシュリ地区にありました。マーチは13歳のアトリサラフォグルーと18歳のサリンゴレンが率いていました。ウガンダの首都カンパラでは気候変動に対する抗議に数百人のウガンダの 子供たちが加わった。また、同国で有名な青年、活動家のリア・ナムルゲワも参加した。キエフでマーチが行われ、若者数千人が参加した。主催者によると、全国で推定2600人が参加。ロンドンの抗議者イギリス学生機構ネットワークは、9月20日にイギリス全土で200以上のイベントを開催。彼らは、グリーンニューディールを支持 投票権を18歳から16歳への引き下げを求めた。ストライキは、労働組合、ユニバーシティユニオン・ユニオン・ザ・ユニオン、労働組合会議からのサポートがあった。共同組合銀行は、ユナイトと協力、従業員のストライキを許可した。生徒がストライキをすることを奨励したり、生徒の欠席を記録しなかったりすると、法的、または懲戒処分につながる。 可能性があると教師は警告された。主催者はおよそ30万人が全国ストライキに参加したと述べた。ロンドンでは10万人が参加。政治家ジェレミー・コービンは若い人たちに向けスピーチを行った。あなたたちと支持者の皆様が気候変動問題を社会の緊急課題にまで引き上げました。とても喜ばしいことです。エディンバラとブライトンでの抗議は それぞれ2万人と1万人の参加者に達した。9月21日、絶滅の反乱の活動家は10人の逮捕につながった抗議としてドーバーの街をブロックした。カリフォルニア州サンフランシスコの抗議者、米国史上最大級の気候変動でもとなった。プエルトリコとコロンビア特別区の50州全てで1000件を超えるストライキイベントが実施。 ニューヨーク市の学校はグローバル気候マーチ当日は学校をスキップする許可を下しました。ボストンの学区も追随し、シカゴの教育省はストライキの後に戻ったとしても生徒を欠席させることはないと発表。9月20日、マンハッタンの講義にはスウェーデンの気候活動家グレタ・トゥーンベリが参加。推定25万人がニューヨークの集会に参加しました。 アラスカ州ホーマーの抗議者、ベンアジェリー、パタゴニア、ラッシュ化粧品を含む多数の企業は、マーチをサポートするため9月20日の営業を停止。アマゾンの1700人以上の従業員が、気候変動に対するアマゾンの内部請願に署名した。それに対し、ストライキの前日、アマゾンの CEO であるジェフ・ベゾスは、気候変動に取り組むための広範な、 新しい計画を発表し、国連のパリ協定の目標を10年前倒しで達成することを約束した。ヤング・イーバンジェリカルズ・フォークライメイト・チェンジのメンバーは、クリーンな空気や水、また安定した気候を守る権利を訴え、約12の大学から参加した。ウルグアイの首都モンテビデオ、タクアレンボ、マルドナド、トレンタイトレス、トリニダード、リベラで開催。 ソーシャルネットワークの動きを通じて、フライデイズ・ファー・フー・トゥーロイは一般市民に対して行動を促し、気候変動に関するメッセージを広めるようにお願いした。私たちはこのマーチでウルグアイに気候と生態系の緊急事態を宣言するよう求めます。地球は死にかけ、私たちの未来が絶望的です。11年という 短い時間が迫っている中で元通りにする方法を議論する時間はもうありません。今ならまだ間に合います。そのためマーチに参加して当局に急激な気候変動への具体的な対処を求めました。世界的な抗議行動に沿って首都ハノイの約1400人のボランティアが市内のゴミを集めた。また一部の参加者は共産主義で安全性を確保されていないのにもかかわらず オーチミン氏で気候変動の講義を実行した。ありがとうございます。